See, no, the disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name. Amen. まだ他の多くの印をもイエスは私たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである。アーメン,ーメン s <S お祈りします。ファーザー、ウィンティングフォー 手のお父様あなたの言葉を感謝します。Word, そして私たちにはあ,あなたについて書かれたあこの章があるから感謝します。そのおかげで私たちはあなたに確信を持って、えー、希望を持つことができます。

そのシルシを超えて、イエス様が私たちに分かってほしいと思ってらっしゃることは何かということを見ています。 先週ですけれども安息日の池での癒しという印を見ましたそしてイエスは恵みと休息をもたらすということを話しましたもう一度思い出すためにそのお話を見てみたいと思うんですがそれはヨハネの福音書の5章の1節から9節です So afterward Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holy days. Inside the city, near the Sheep Gate was the Pool of Bethesda with five covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed lay on the porches. その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダ

というのは、時たま白シュロいが来て、水をかき回すことがあり、その時、最初に池に入った人は、病気が治ったのである。1つ目は、1つ目は、38年間、生きている。 そこに38年,のも38年もの間病気にかかっている人がいたイエスは彼が伏せっているのを見それがもう長い間のことなのを知って彼に言われたよくなりたいか病人は答えた 主よ私には水がかき回されたとき池の中に私を入れてくれる人がいません行きかけるともう他の人が先に降りていくのですイエスは彼に言われた起きて床を上げて歩きなさい するとその人はすぐに治って床を上げて歩き出したところがその日は安息日であった、so really えー、このことはあ前にお話ししましたがこの病気の男性はイエス様を求めていたのではなく自分を手伝ってこの池に入れてくれる人を 探ししていましたそして、イエス様が彼のところにやってきた時にこの男性はイエス様が誰であるかということすら気がつかなかったんですね。そして、この男性は自分が癒されるこの病気から治る唯一の方法はその 池に入ることだとだ思っていましたそしてこの男性がその池に入る池に対して望み,が望みを持っていたように私たちも現代の今日の私たちも何か自分の希望を物に置いてしまうということを先週お話ししました。 自分の希望をいい仕事に就くこととか、いい学校に入ることとか、そこに置くことがあるでしょう。そして、あっちに行けばもっと自分にはいいかもしれないって思うこともあるかもしれません。Or hope in a relationship. また人間関係に望みを置いてしまうこともあるかもしれません created things, created places,、so、でも私たちが私が今述べた事柄物というのは作られたものなので私たちの希望をまた真の心の願いを満たしてくれるものではありません 実はですね、えー、イエス様がこの男性が求めた答えを持っていた、そして私たちが求めている答えを持っているのもイエス様のみです。というのは、私たち心の中に必ず安らぎがないから安らぎが欲しいという心が、願いがあるんですね。その安らぎはイエス様しか満たすことができません。 えー、そしてこの世には罪が入っていますので、このことをお話ししました。霊的に見てみると、私たちはみんな病人として始めているんです。 癒癒ししししがが奇奇跡跡必要ですすすををもたらののはは起こすのはイエス様しかいませんそして、えー、私たちの中に、休息がないところに、休息をもたらすことができるのは、イエス様しかいや、そんなことはないしす。 イエスは彼に言われた。起きて床を上げて歩きなさい。するとその人はすぐ治って床を上げて歩き出した。So、saying, ここでイエス様がおっしゃっているのは、池があなたが求めていた答えではありませんよ。私が答えです。そういう人たちがおっと私が答え 私はカウンセリングをしたり、アドバイスを人にしたりしますけれども、その人たちの中を見てみると、彼らは、イエス様以外のところに答えを見出そうとしているのがわかります。しかし、私たちが求めている人生の目的というのは、物やこの場所に、 そののようなところにああるのではありませんそれは私たちが求めている人生の目的は、イエス様に生見出すことができます。And if, and if 私たちが自分の目的や希望を求めていた人間関係とか仕事とか、場所とか、そういうものも全部イエス様にお捧げして明け渡してイエス様。あなたが示してくださいって言うと、イエス様が目的を示し、そしてまたそれらのものをイエス様が私たちに返してくださるんですね。 というのは、イエス様はあー、床を上げて歩きなさい、床を上げて人生を生きていきなさいという力を権威を持っています。というのは、この男性には、池は必要,なかった必要ではなかったんですね。というのは、イエス様が池る水であるから。 And he said that out of if we would put our faith and trust in Him, springs of living water would flow out of us.: And did you know that exactly what Jesus was doing here was predicted 700 years before Jesus? そして皆さんこのことをご存知でしたかあ今読んだ歌詞はですね、イエス様が地上に来られる700年前にすで、ね、に,に,に語られていた事柄なんですね。700 イザヤという予言者がいましたけれども彼は、イエス様がこの地上にやってくる700年,700年前に生きていた男性ですそ。そして彼はですね、そのイザヤという人は、この世の救い主がやってきて彼はこのことをしますよと予言したんです。

その時、足のなえたものは、鹿のように飛び跳ね、口の聞けないものは、ものの下は、喜び歌う。荒野に、水が湧き出し、荒地に、民が、荒地に、川が流れるからだ。イメン、ジーザスは s did e x a what was prophesied 700年前 a r s e a r l i 聖書はこれほど正確で私たちが信頼していいんですねというのはこのイザヤという人がですねイエス様が来られる700年前にこのことをすでに予言していたからですそしてこのことを思い出してくださいこの足の不自由な男性は癒しを受けるために何か自分でやった というのではないんですね彼はいい人だったけれども何か悪いことが起こっただから癒しを受けたじゃないんですねそういうことは全然なかったんですただイエス様がその場所にやってきて私は癒す力があると言ってその男性を癒したんですね 多くの時ですね、どのくらいイエスサマガコのイエス健康にイエス様 met ィタライテ、ケ a コリナルンデスガ、ケンコリ e タラ、イエスサマガトワ実はですねイエス様がこの癒した男性 にその後出会ってそのことが、ヨハネの福音書の5章の14章に書いてあるんですが later, said,、well. その後イエスは宮の中で彼を見つけていった「皆さんあなたは良くなった」「もう罪を犯してはなりません」 そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから。イエス様がこの男性がまだ足が不自由な時にやってきたんですが、その時にはですね、イエス様は、イエス様がこの男性まだ足が不自由な時にやってきたんですが、その時にはですね、イエス様は、He didn't say? Didn say if you are willing to change your lifestyle, then I'll heal you.

イエス様はおっしゃったんですねもうあなたは良くなりましたねあなたは私の力を見ましただから私に従いなさいえ、神様は私たちに変われとはおっしゃいませんそれを変わることを命令しませんけれども私たちに愛を示してくださりそして私たちがその愛に応えて変わりたいと思うことを願っていらっしゃいます イエスタマのアイオイタダイタワタシタチガソノアイノカゲデ、ワタシワソノアイニコタエテ、イエスタマたたのの、アナタノタメニキテイキタイデストモーハズデス。たた in John Chapter Five, this last、uh, thing that I want to talk about, about this miracle was そしてこの池でのお男性の癒しの最後の部分ですね、えー。そこを私は語りたいと思うんですが、それはド、えー、章の9節の終わりからなんですが、最初にこう書いてあります。 Love and what he did. そして、えーここ、今からこのところを見ていくときに、その宗教,宗教指導者たちは、イエス様の愛を見ることができませんでした。So、そのお話、最後の部分を見ていきたいんですが、そのお話、最後の部分を見ていきたいんですが、 ところがその日は安息日であったこの男性が癒されたのは安息日であったと、セーションは言っています。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った今日は安息日だと言ってはいけない。But the man replied, The man who healed me told me, pick up your mat and walk. Who said such a thing as that? they demanded. The man didn't know, for Jesus had disappeared into the crowd. しかしその人は彼らに答えた私を治してくださった方がどこを取り上げて歩けと言われたのです彼らは尋ねた取り上げて歩けと言ったのは誰だしかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである But afterwards Jesus found him in the temple and told him now you are well Jesus for breaking the Sabbath rules. その後イエスは宮の中で彼を見つけていった。見なさいあなたは良くなったもう罪を犯してはなりませんそうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから その人は言ってユダヤ人,人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げたこのためユダヤ人たちはイエスを迫害したイエスが安息日にこのようなことをしておられたからである But Jesus replied, My father is always working and so am I So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him for he not only broke the Sabbath イエスは彼らに答えられた私の父は今に至るまで働いておられますですから私も働いているのですこのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったイエスが安息日を破っておられただけでなくご自身を 神と等しくし,た等し,くして、彼を自分の父と呼んでおられたからである。Now, us, it, he このところを読んでみると、私たちはですね、どうして、えー、安息日に人を癒すことがこんな問題になってるのって思うかもしれません。 He was healed. Isn't that what's most important? But the religious leaders were angry because he broke their, their rules. しかし,し、こここのののユダダヤ人の指導者たたちちははリーダーたちはイエス様が安息日にこの男性を癒したことに対して怒りを持っていいましたというのはその指導者たたたちがが持っっていた定めをイエス様が破ったからです このユダヤ人たちにはですね、この安息日に、これは,やっ,てはこれをやってはいけない、これはやってもいいという規則がたくさんあったんですね。そしてそのユダヤ人たちはですね、神様の定め、をきてを取って、そしてそれに自分たちが決めた規則を付け加えたんです。31:14. God told the Israelites, the Jewish people, He said, You must keep the Sabbath day for it is a holy day for you. Anyone who desecrates it must be put to death. Anyone who works on that day will be cut off from the community. 出エジプト記の31章の章節ですこれは神様がイスラエル人たちに与えたものですけれどもこれはあなた方にとって聖なるものであるからあなた方はこの安息を守らなければならないこれを汚す者は必ず殺さ,なければ殺されなければならないこの安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。 So this was a serious crime to the religious leaders' thinking. Uh, uh, and they were thinking, if you were really a good person, really a prophet, you wouldn't be teaching people to break the rules. そしてユダヤ人の指導者たちはあなたが本当にいい人だったらあなたが本当に預言者だったらこの規則,を守るよあ規則を破ることを人には教えないと思っていたんですねでもそれを言っていた宗教指導者たちは神様との個人的な関係がほとんどなかったんですねで そしてこの宗教指導者、イダヤ人の指導者たちは、神様の定めにいろんな規則をつけ加えてしまったので、それを全部守ることができる人は誰もいなかったんですね。イエス様がそれに対しておっしゃったのは、この安息日に仕事を絶対してはいけないと神様は言っているのではない。 Leviticus in Leviticus it explains it, I think, even a little better what God was commanding. In uh, Leviticus 23, 3 says so you have six days each week for your ordinary work, your ordinary job. You have six weeks for your ordinary work but the seventh day is a sabbath day of complete rest an official day for holy assembly it is the lord's sabbath day and it must be observed wherever you live あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。The religious leaders made up, I think it was like 39 rules. Do. そして、えー、ユダヤ人の宗教,宗教指導者たちはこの安息日についての神様からの定めに39の規則を付け加えたんですね your mat, your そしてその39の規則の一つはですね安息日にあなたは自分の床を上げて歩いてはいけないというものでした Told them, My father is working all the time. He never stops working. But they were self righteous and they were missing the fact that Jesus just did a miraculous miracle in a person's life. The religious leaders missed the fact that Jesus just しかし、えー、指導者たちは、イエス様がこの男性の中に素晴らしい奇跡の働きをしたということをそのポイントを見逃していました。Jesus said, I think the Sabbath is very important for us to remember. We think about the other Ten Commandments do not kill, do not steal, but sometimes we forget about the Sabbath day.、えー 私たちはですね、この安息日ということに関して神様があ私たちに与えたその戒しめというのを結構忘れることがあるんですね。例えば、そのイエス神様が与えたあ10回ですね、戒しめにはですね、人を殺してはいけないとか、嘘をついてはいけないとかあるんですが、でもこの安息日を守りなさいという定めも入っていますが、それを私たち、現代の私たち、忘れてしまうことがあります。 そしてイエス様がおっしゃっているのは、安息日に良いことをしてはいけないと神様は言っていないんですよって。Says, この安息日というのは神様、こうイエス様がおっしゃってるんですね。えー、あなたの体は休息休むことが必要なんですよ そしてこの安息日、イエス様が語っているのは、あなたは普通の今日常をやっている仕事を安息日には、休んで神様のお家にみんなで集まって、主を礼拝しなさい。そういうふうに言っているんですね。ですからこのの安息日とというのは私たちに祝福として神様が作った 日ですそれは身体的にもまた、心理的にも私たちが健康で健全であるためにこの安息日を神様は作りました。また別の時に新約聖書のまたいの福音書というところ12書の9説から12説で、Jesus confronts the religious leaders again about the Sabbath day because they're so angry that Jesus would do この箇所で、また、あ、エス様は、宗教指導者たちに、え、面しているんですね。というのは、宗教指導者たちは、イエス様が、あ息日に何かをしたことに関して、とても怒っていたからです。They felt that h た a l i n g a person was work, and so you weren't allowed to heal anyone on the Sabbath. そのユダヤ人の宗教指導者ただ、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 たた 人を癒すことも仕事であるから、安息日に人を癒してはいけないって思っていたんですね。But Jesus their しかし、イエス様は彼らの偽善に直面していきました。Read this story. そのお話を今見てみたいと思います。In verse 9 1 a 2 7 2 7 e 7 2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  w 2 7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  They were hoping he would say yes so they could bring charges against him. And he answered, "If you had a sheep that fell into a well on the Sabbath, wouldn't you work to pull it out? Of course you would. And how much more valuable is a person than a sheep? Yes, the law permits a person to do good on the Sabbath." Yes, was socossatte kaido ni hairareta. そこに片手のえたた人がいたそこで彼らはイエスに質問して「安息日に癒すことは正しいことでしょうか?」と言ったこれはイエスを訴えるためであったイエスは彼らに言われたあなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていてもしその羊が安息日に穴に落ちたらそれを引き上げてやらないでしょうか 人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら、安息日に良いことをすることは正しいのです。イエス様はこの彼らこのの、この,彼らこの宗教指導者たちの偽善を叱っています。この時代は、ですねほとんどのユダヤ人は羊飼いだったんですね。 自分たちが持っていた家畜に彼らの財産があったんですね。だから自分が羊を養うことを通して生計を立てているなら、安息日に羊が大切な羊が穴に落ちたのをそのまま放っときますかってイエス様は言ってるんですね。 Well, no, because that affects me, that affects my livelihood. <laughs> they were hypocrites and they were, they were trying to accuse Jesus of doing good. ですから、このユダヤ人の宗教,宗教者たちは、指導者たちは、あ偽善者だったんですね。いうのはイエス様が正しいことをするのを、安息日に正しいことをするのを非難していたからです。しかし、イエス様はご自身が誰であるかということをはっきり言っていました。イエスは彼らに答えられた。 私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。Messiah, この指導者たちは自分を、イエス様を自分の名詞や救い主として受け入れたくなかったんですね。 えー、彼らはですね、イエス様が神様であるからじゃあイエス様に従っていこうとはしなかったんですね。自分の宗教観にイエス様を当てはめようとしていました。 私たちはどうですか。私たちはイエス様を自分の考えに自分が決めたい生き方に当てはめてイエス様をそこに入れようとしているのか。それともイエス様がおっしゃっていることに私は従っていきますって言ってるでしょうか。 Working. Working until now. イエス様がこの彼らに言ったことは私たちにとってはいい知らせなんですねというのは神は働いておられるからダビデという人がこの支援という箇所でこのように言っていますね褒ムべきかな日々私たちのために重荷を担われる主私たちの救いである神

神様は日々休みなく私たちのために重荷を担ってそして助けてくれる神様です。神様はいつも私たちの人生を見守っています。すごい良い,い知らせですよね、それはね。 I think that's great news. t h 知らせだと思いますね。何日であっても何曜日であってもいつも素晴らしいことをなさっている神様を私は本当に感謝しています。ししますそして私が神様にやってほしいことをするんじゃなくて私にとって一番いい最善のことをやっている神様を本当に感謝しています。 Jesus wants us to rest our bodies, and He wants us to have time to gather together. And that's why I encourage people even today, to take Sundays off.: and, and many of you have great testimonies because uh, many of you work at the Rojin home, the nursing homes.

でもそう言っても神様が好意を与えて、恵みを与えて、その仕事をしながら日曜日は休みをもらってるんですね。ですから神様は私たちがそれ,にそれを信じてそれに従って日曜日は休んで体を休めてまたこの場所に集まって神様を礼拝することを願ってらっしゃいます。Amen。God is good. 神様、本当に素晴らしくて、日々私たちのために重荷を担われる手段ですね。そして、何曜日であっても神様は癒したいと願ってらっしゃいます。本当に素晴らしい知らせですよね。お祈りします。ファイます。 天のお父様ありがとうございます。あなたは本当に素晴らしい神様でいらっしゃるから。Lord, box, 私たちがあなたに従うことができるように助けてください。私たちが決してあなたを箱の中に。 教えることがないように助けてください。主をどうぞ私たちがするべてのことにおいて、あなたを第一にすることができるように助けてください。 そしてここにいらっしゃるお一人お一人が、あなたを選んで、日々の生活の中で、あなたに明け渡して、あなたに従って生きていくことができるように助けてください。お二人にいらっしゃる皆さんの人生らしであなたの素晴らしい技、あるしや奇跡が起きますように。そしてこの ビルのの外側にあなたの力とと愛を運ぶことができるように助けてくださいそしてこの国に、えー、素晴らしい働き、印や奇跡を表すものとしてあなたが用いてください。そして、イエス・キリストの福音を恥じることがないように、どうぞ私たちを助けてください。あなたの民を今日を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン 神様の祝福がありますよに